はい、どうもこんにちは。キミキスマオ姉ちゃんルート実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回はですね、このように全員ね、ヒロイン出てきましたね。最後にナルミちゃんと出会ってコンプリートと。で、今の状況的にはマオ姉ちゃんがあと一歩で好感度ゲージマックスになり、2段階目にいけるかなっていう感じですね。で、今回友達仲良しルートにの方に行きたいなと思ってる二見さんが、音符のね、出し方は分かったので、音符何で出るか一個だけ分かったんで、これね、音符で上がるのは、恋で音符になるのだけは分かったんですけど、他の何で引っかかるか分からないんで、ちょっとどうしよう。昔も下がるんだよな。昔と、確か受験で下がるのか。成績音符か。音符でハードか。ちょ、変えとこう。この辺微妙だな。化粧アクセサリー、アクセサリーつけるか。もしかしたらマオ姉ちゃん来るかもしれんから、メインはもちろんマオ姉ちゃんだけど、二見さんの仲良しルートも見たいので、ちょっとこれで。で、映像が微妙だったから、映像化粧してみるか。ちょっとおしゃれメイン で恋愛か、恋愛メインで行ってもいいかもな。多少はな、二見さん意外と恋愛が刺さるので。制服が微妙なんだよな、意外と。制服が微妙だから、将来、これでいこうか。これでいってみようか。はい、ちょっと大胆に変えてみましたが。よーし、11日目、いきます。今回でストーリーイベントというか、2段階目のね、マオキス見たいっすね。行ってきまーす。さあ、行こう。3年か、放課後3年か、食堂、テラスにいるって言ってるんで、マオ姉ちゃんは。保健室。理科室、食堂、わかんねえ。食堂のハテナももう、信じられないからな。食堂2連チャンで。はい。さあ、誰かに出会えないかな。お、マオ姉ちゃん。来たぜ。この唯一の先輩だからな。今話す時間ある？お願い。いいわよ。何？ありがとう。ありがとう。もう何でもいいからな。あげていこう。ただショッピング行けたよな。この時間はな。オルゴールの話だよね。確かに。あら？ダメ？楽しそうな話なんだけど。場所が違うか。今はね。ごめん。むずすぎるだろ、これ。受験で下がっちゃうからスポーツ。よし、得意なスポーツってある？で、スノーボードだよね。スノーボードってシーズンがまるで違うわね。キミキス冬バージョン見たいんだけどな。雪山には女の子を3倍可愛く見せる魔力があるのよ。これ一生見て、マオ姉ちゃんのこの雪山デートを見たいのに見れないのがマジもどかしいわ、このゲーム。健康いけ？将来？化粧？ダメか。へえ、悪くない話ね。本当に？興味がないことはないだろうな。恋で音符になるからな。健康いくか。おっしゃ。これでいけるんじゃないかな。どう？まお姉ちゃん、現地にいるってことは、また低血圧？あ、その話ができるのか。保健室の時だけ使えるんだ、これ。まあね。まあね。ちょっと頭が痛いのよ。そっか。これ下がる？ああ、でも大したことないから気にしないで。ほんと？大丈夫かな？音符か、これ。おお！結構増えた。行くしかねえ。アタック！よっしゃ！成功だ。これは成功だろ。よっしゃ！俺はこの先を見たくてやってんだぞ、今回。マオ姉ちゃんってこれまで誰かと付き合ったことあるよね。なんであるのが前提なのよ。だってマオ姉ちゃんモテるし。モテるモテないは関係ないでしょ。好きになるかならないかなんだから。確かにそれはそうなんですけど、そうなんですけど、でもモテるじゃないですか。ないわよ、付き合ったことは。え、
嘘だ。友達は男女問わず多いけどね。そりゃ、そっか。何？気になるの？そう、そりゃ気になるよ。正直ね。あなたのそういうところ、好きよ、私。え？ほら、本心を見せない男っているじゃない？何考えてるかわからない人。そういう人は苦手。俺、マオ姉ちゃんに、マオ姉ちゃんに好かれるために本心喋っていかんといかんな、これ。喋ってるけど。それって、マオチェック？ううん。これはあなたのいいところ。ずっと変わらないでいてほしいな。うん。じゃあ、今僕が何を考えてるのかわかるんだ。わかるわよ。え？またキスを教えてほしいって顔してる。これが、ここやばいよな。ここやばいわ。そう、そんなこと。なんか涙出てくるもん。うるっとしちゃうわ。これが、ときめきっつって。違うの？俺、ときめきが高まると涙出るんかもな。いや、違うとは言い切れない。もう、本当に正直ね。かまかけたんだな、多分。ほら、こっち来て。え、保健室で？さすがに保健室じゃないよね。また、そうだよね、校舎裏だよね。これ移動した時手繋いでたらもう、なおのことよし。ちょっと俺が引っ張られる感じでね、ちょっと、まお姉ちゃんみたいな感じで連れて行かれると、なおよし。どうしたの？突っ立っちゃって。そんなこと言われても。マオチェックその2。こういう時はちょっと強引に。はい。強引に？そう。難しいよ、マオ姉ちゃん。じゃあ、これならどう？え？こはぁ！ほら、もう目の前。やばいな。やべえ、なんか、マオ姉ちゃん目から離せないわ。ああ、かわいい。知りたいんでしょ？はい。キスぐらいできなきゃ、モテないわよ。そうなんすか？キャッパーいいと、何回見てもいい。何回見てもいいな。またね。はい。はっ！行っちゃった。やばいな。やばいな。無理無理無理。無理だよ、それ。その音楽無理だよ。お、二見さん。さあ、行くぞ！チャレンジ！音符チャレンジ！音符チャラズぜ！やるぜ。まずここで話せるか。何か用？ボタンを押せ！え？バン！また今度にして。あー、ダメだった。外したわ。ええ。難しいな。もういないんだよね、これね。さあ、食堂だ。並んでるのは誰だろう。あ、川田先生。あ、あったね。これは見たな。あ、これからお昼ですか？ええ、そうよ。かわいい。川田先生って先生なのに食堂とかテラスで食べることが多いですよね。そうね。先生同士で仕事の話をするより、女の子と服とか声についておしゃべりしてる方が楽しいもの。まあ誰だってそうやろな。仕事の話なんてつまんないだろ。それに職員室はタバコの煙がね。気になりますか？少しね。私の席ってソファーに近いから。なんか新任教師ってわけじゃなさそうだよね。3年目ぐらいじゃないって感じするわ、なんとなく。そうなのよ。学校なんだし全面禁煙にしようって何度も提案してるんだけど、なかなかね。いやー、まあ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 、仕方ない仕方ない。
さーて、今日は何を食べようかな。あなたも早く並ばないと人気のメニューがなくなっちゃうわよ。何しようかな、玄米定食にしようかな。またね。魔王チェック入りそうだし。さあ食堂だ。誰かいるかな。お、二見さん来た。ちょっといい。このチャンスを逃すわけにはいかねえ。よろしくてよ。じゃあ何か話さない。いいわよ。何を話しましょうか、二見さん。さあまず音符だ。行くぜ、来い。何？タイミング悪いわね。今じゃねえのか。その話。焦りすぎだ。チャンスを失ってしまった。将来。何？難しすぎるな。面白そうな話だけど、今はね。何ができんだよ、二見さん。くそ、むずいわ。ドリンク。あ、いけた。オンプ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 。炭酸飲料ってよく飲む？すごい切り口。飲むわよ。あ、飲むんだ。ほとんど毎日。そうなんだ、意外。歯がガジガジしない。あ、きしむってことなんか。そこがいいんじゃない。あ、そうなんだ。ハート、ハートでもいいかも。アクセサリー、まあないか。つまらない話ね。ごめんなさい。おしゃれは全部ダメかな。何がいけんだ。意外食べ物系いけんのかな。で、読書はし、あ、受験ってハートだったっけ。確か受験ハートなんだよな。昔で総裁するか。あれ、総裁もできない。その話は今することじゃないでしょ。放課後の話だと恋愛ダメなのか。むずいな。もう行くわ。ごめん、そっか。じゃあね。ふたみさんむずい。ふたみさんのさ、友達ルート基本的に難しいんじゃないかこれ。いける気がせんわ。うわ、変わっていく。こっからだよな、正直本番は。世間話があんまりうまくいかなくなるんだよね、確かね。だから消すと。水泳とか入れとく。あー、でもな。手料理、手料理いくか。手料理入れちゃおうね。受験がわかんねえな。どうだったっけ、もうマジで覚えてねえや。これでいこうか。はい、寝まーす。まあでもとりあえずストーリーイベントがあるから、まあそっからよ。はにょーん。さあ、まず理科室、保健室、魔王姉ちゃん、3年の教室行ってみる。おるかもしれないしな。でも誰に出会うか分かんねえ。四条さん。四条さんは、話しかける？話しかけるか。とりあえず、本命以外はハートっていうか音符狙いでいこうかな。あ、でも、この会話でいけるかな？世間話消しちゃったんだよな。はい。お、いけた。いいですよ。珍しい。これ怖すぎだろ。スポーツやらなさそうだけどな。ドリンクはハートになっちゃうからな。消しとくか。飲み物といえば、楽しい話だとは思うのですか。歯がガシガシしない。なるほど。受験。お、入った。市長さんってうち以外の高校も受験した？いいえ、きびな高校だけです。きびな高校っていうの、ここ初めて知った。前回、てかあれだな、初見プレイの最終回でさ、この高校名書いてあったけど読み方わかんなかったんだよな。私は小学校から大学まで一貫教育の女子学院へ通ってましたので、
普通ならそのまま高等部へ進学していたんです。でもどうしても高校は共学へ通いたかったので、お父様を説得してキビナ高校を受験したんです。なんで共学にしたかったんだろう。理由があるんだ。よかったね、よかった。はい。これはハートっぽいな、なんか。健康かスポーツか。スポーツは刺さらない気がするけど、まあ武道とかやってそうだよな。スポーツ、スポーツといえば楽しい話だとは思うのですか。むずいよ。健康かショッピングか化粧。あ、ショッピング消してみる。ショッピング、お、行った。おしゃれ、おしゃれっていうか買い物ってジャンルでいけるもんね。一番多いのって何。クッキーを買ったり、かわいいわね。アクセサリーを買ったりしてます。アクセサリーもじゃあいけるわ、市場さん。クッキーっつった今。甘いものだ、じゃあ。甘いものとアクセサリーいけるんだ、市場さん。音符じゃないのか。恋はちょっとな。健康。お、市場さんって何か健康にいいことしてる？簡単なヨガをやってます。市場さんの下げ方が分かんないな。はい、体の歪みが取れてとってもいいんですよ。音符だ。あ、もう授業の時間ですね。では失礼します。うん、まだね。これエスケープ使ったら音符、いや、ハート消えたのかな今。いい感じに。やべえ、四条さんの月ルートに行っちゃう。おい、まお姉ちゃん。あ、暇ならちょっと話さない。ちょっと感じが変わってるわけね、その付き合い方で。こっちに話しかけてくるテンションが違うわ。何話す？なんかいい話ない？かわいい。ちょっと声高いよね、絶対。かわよすぎるわ。昔いけんじゃないかな、もう下校デートもしたから。今しか無理なんじゃねっていう可能性はある。信じる。ダメか。うーん、楽しそうな話なんだけど今はね。ふっふいよ、興味がないわけではない。タイミングの問題か。アクセサリーいけんじゃないかなと思うんだけどな。どうなんだろう、どうしようかな。アクセサリー、おっしゃ、危ねえ、怖いよ。怖いってば。お気に入りのアクセサリーって何かある？一番気に入ってるのはママがくれたネックレスかな。そんなくんもらったんだ。ハートがついてて可愛いのよ。見たい見たいな、それ。音符か、まあ、音符でもいいよ。ハートに変えてみせるか。この間行きつけの美容室でヘアモデルをやったのよ。うんうん、ヘアモデルやってみないって言われるんだ。いつもカットしてくれてる人がどうしてもって言うからしょうがなくやったんだけどね。じゃあ掲載されるってこと、なんか雑誌に。出来はどうだった？さすがプロよ、バッチリゴージャスに決まってたわ。でも学校に行くときはやっぱそのあれなんだ、髪型なんやね。私もあれぐらい綺麗にブローできたらいいんだけどな。ブロー、腹ぶん投げんの？ちょっとこれゲージ上げていきたいよな。さすがに2個で終わるのはきついな。将来、ダメか。今はそんなことを話す気分じゃないのよね。ごめんね。これで4回目か、会話。あ、じゃあもうこれアタックして下校デート行こうぜ。これはいけるだろう。一緒に、ごめん。あ、今日は一人で寄りたいところがあるから。ダメか、そのパターンもあるのね。また今度ね。じゃあね。今までが 100% だったせいで勘違いしてたわ。マジか。まあ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 、これで間をチェック。久々
まったく、もう夏休みは終わったんだから、さっさと秋らしくて大人っぽい映画に切り替えてほしいわよね。ね。お？ああ、お昼？うん。いや、食べた。これ前もやったな、これ。そっか。私も食べ終わってくつろいでるとこ。座れば？はい。うん。なんとなく意識しちゃうな。キスしたんだよな、まお姉ちゃんと。まお姉ちゃんの唇柔らかかったな。おーい。はい。え？まお姉ちゃんはどういう気持ちで僕とキスを？おーい。聞こえてないのー。のん。消しカスくんみたい。ただ教えただけ？それとも？ちょっと！うわ！何考え込んでんのよ、もう。私の唇、じっと見ちゃってさ。バレてんのもすごいわ。そんなに見てたって感じだよね。さては、この間のこと考えてたな。それはもう毎晩。それはもう毎晩。言ったれ。毎晩何よ。何が言いたいわけ。これ下がるかな。あ、いや、深い意味はないんだ。もう、紛らわしいこと言わないでよね。あ、私のファーストキスなんだから、大事にしてくれないとね。ダメか。え？ファーストキス？そうよ。初めてよ。前何選んだんだっけな。あ、そうだ。はい。いいもの見せてあげる。ほら、そこに座って座って。はい。なんすか？あれか、ベーカ。ちょっと待っててね。ここやばいよな。ここやばかったな、マジで。ベー、ほら、すごいでしょ。このテンションで出すイラストじゃねえよな。おひょ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 。うっへへへ。やばいわ。さくらんぼで輪っかが作れる子はキスがすっすごく上手なんだって。で、それ教えてくれんのよ。今度もっとすごいの試してみる。からかうなよ、まお姉ちゃん。すぐうろたえちゃうんだから。そんなんじゃモテないわよ。マオチェックその3、男は簡単にうろたえない。油断しちゃダメよ。まだまだ厳しいチェックが待ってるんだから。厳しいな。結構見たよ。4ぐらい見たよね、確か。さあ、まお姉ちゃん、いるかな。お、星野さん。話しかけるのやめとくか。なるべく、マジで。いるの？おお、すげえ。こういうパターンもあるの？初めてだ、これは。いいわよ。何？来た。はや。さあ、行きましょうか。手料理とか、これなんか全部ダメな気するな。もう消しよう。手料理行ってみるか。まあ。手料理って。今はそんなことを話す気分じゃないのよね。ご飯系微妙なのかな、もしかして。なんかこれ興味がないわけではないが、マジで難しすぎるんだよな。どうしたらいいのこれ。いい。お、入った。学級委員やってんの。なんか風紀委員とかなってみたいと思わない？思わないわよ。怒ってるやん。毎朝早起きして学校へ来るなんて地獄よ、地獄。なんかそんな声で喋ってたっけ、まお姉ちゃん。これ下がったじゃん。おい、せっかくのハートが。プライベート行く？来い。よし。まお姉ちゃん、ラブレターってよくもらうの？あ、これ前の話か。え？あ、いいんがダメなのか。下駄箱に入ってたの見られちゃったものね。あんなのたまによ、たまに。話題が変わるってどういうことなんだろう。別のクラスの顔も知らない人。
何？心配なわけ？いや、そういうわけじゃ。じゃあ、付き合っちゃおっかな。え？なんてね、そんなわけないじゃね。このやりとり可愛いわ。からかうのよせよ。動揺しちゃって。するわ、バカ。何を言っとるかね。さあ、こっからな。プライベート。ああ、ダメかん。ああ、アタック無理だな。楽しそうな話なんだけど、今はね。まあ、いいわ、消すか。読書か、消しよう。読書行ってみるか。読書といえば。今はそんなことを話す気分じゃないのよね。まあ、でも3連チャンじゃないから、あれが減るわけじゃない。今回マジで何もうまくいかんかったな。じゃあ、そろそろ行くわね。はい。いいわ、消さんといけんとだけ分かったわ。またね。はい。お疲れ。バイバイ。アタック成功させて未来変えたかったな。さて、そろそろ帰るか。もしかしたらアタック成功してね、可能性あったもんね。じゃあちょっと、まあ、お姉ちゃんを、委員を消します。どうしようかな。部活とか入らないのに、なんのかな？何がいいんだろう。水着もなんかダメそうだった。食事。健康。何がいいんだろうな。ダイエットの話してみる。体は言ったけど、ダイエットって確か入ってねえんだよな。ダイエット書いてみるか。これでいこう。じゃあ今回はこんな感じにしとこうかな。はい。よし。このままうまいこといけるのか、マジわかんねえよ。はい。じゃあ今回はこんな感じで終わります。次回以降もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。